北海道から岩手県沖にかけての日本海溝や千島海溝で巨大地震が起きた場合津波によって最悪20万人近くが死亡するという被害想定を国がまとめましたなんともショッキングな内容ですが一方で避難などの対策を進めればそれを80%減らすことができるとも言っています この想定について松本博史解説委員に詳しく聞きます松本さん、はい、今回の想定の対象は二、えー、つの巨大地震のケースでしたねそうですねあの別々の地震です一、はい、つは日本海溝のうち北海道の南から岩手県の沖にかけてその範囲の海底で起こる地震とそれからそれとつながっているんですけれどもそこからさらに東の方ですね、えー、北海道の南部からですね千島列島 島の南にかけて伸びる千島海溝で起こる地震、二つの地震ですね。はい、いずれも巨大地震の発生が切迫している可能性が高いとされているところです。うん、で、どういう想定になったかというと、はい、日本海溝沿いで、えー、マグニチュード九点一の巨大地震が起きた場合、東北や北海道の各地で十メートルを超える津波が押し寄せて、最悪の場合死者は北海道を中心に。 千葉県の沿岸までで合わせて19万9千人に達して22万棟が全壊するというふうに推定しています。はい、またその東側千島海溝沿いでマグニチュード9.3の巨大地震が起きた場合、えー、北海道東部を中心に20メートルを超える津波が押し寄せて死者はやはり北海道を中心に10万人に上り8万4千棟が全壊するとしているんですね。この死者 あるいは建物被害というのは、まあ、ほぼ全部津波によるものです。うん、本当にあの莫大な被害なんですが、えー、その想定ではですね、防災対策を進めた場合には死者数を八十パーセント減らすことができるとしています。すね、これはどうしたら減らせるというんでしょうか。えーえー、あの二つ挙げていてですね、えー、まず津波から命を守るまあ緊急の避難場所や施設を確保することと、はい、でもう一つ浸水域にいるすべての人が 地震から十分ほどで避難を始める早く避難する、うん、この二つが必要だとしているんですね、はい、でポイントになってくるのがこの避難が困難な地域を解消するという問題です、はい、津波の浸水が想定される地域というのはハザードマップなどでもあります出て示されていますけれども、うん、その中で地震が発生して歩いて避難を始めて、えー 安全なところに逃げ切ることができない場所ですね。うん、あのそういう場所があ避難が困難な地域です。で、えー、遠く山の方ですね。海から離れたところに逃げるか、あるいはその浸水地域の中でも高台やですね避難ビルとか避難タワーがあって、その周辺はあの歩いて避難することができますよね。はい、ですからそういう施設をいかに多く確保して、うん、住民が逃げ込めるようにする。 それがすす。ごくく重要になってくるんで,すで例えばあの北海道の釧路市、えー、ここは市街地のほとんどが津波浸水域になっているんですが、うん、このの避難難が困難な地域の解消にいち早く取り組んできました。うん、え津波の時の緊急避難場所として、まあ、公共施設だけではなくて商業施設や企業のビルなど113箇所を指定して今これをさらに増,え増やそうと取り組んでいるんですね。うん それでも、まだ困難。地域解消の目どは立っておりません。で、住民からは避難タワーなどの建設を求める声が上がっています。市は避難ビルが確保できない場合、タワーの建設も考えてはいるんですけれども、財源が大きな壁になっています。この避難ビルは、北海道から福島にかけては、ですね、六百六十件指定されていて。 えー、津波避難タワーもです、ね、56整備されているんですけれども南海トラフ巨大地震が想定されている地域西の方に比べると遅れているので指定や整備を急ぐ必要があります、うん、そして場所によってはその緊急避難場所になるような高台とかビルがないという地域もあるでしょうね。そののの通りなんですねあの最大22メートルの津波が想定されている北海道の浜中町は 緊急避難場所の整備を急ぐんですがその一方現実的な対応として自動車での避難を検討しています、はい、津波からの避難は、ま、徒歩が大原則ですただえあというのは大重室帯が発生してですねかえって多くの人が津波に巻き込まれる恐れがあるからですね<ー>ただ一方で避難場所が遠い場合など 津波での避難が有効という場合ももちろんあります自動車でバッと逃げる方が、ね、有効な時もあるでしょうね,そ,うでねでそこで浜中町は車による避難のシミュレーションを行ったんですねでその結果避難をしてくる車が車,の車が役場の周辺の地区からだけだった場合は津波到達までに全員全ての車が避難することができました、はい、しかし 周りの地区からも車が避難をしてくると渋滞が激しくなって間に合わない可能性があるということも分かったんですねでこのため町はその渋滞する箇所その周辺での交通規制などですね車避難のルール作りを進めています、えー、想定を検討する中で内閣府は津波からの避難は原則徒歩だけれども道路の障害や渋滞などの恐れがない地域 で、かつ避難場所まで距離がある場合などは。あらかじめルールを定めた上で、自動車による避難も検討しておく必要があるというふうにしています。はい。それから、今回、あの、被害が想定された北海道、それから東北の北部ですね、冬の寒さが厳しいです。そうですね、想定の中であの、低体温症についても指摘していましたよね。そうですね。あの、それは冬に発生した場合、日本海溝の地震では、4万2千人が。 千島海溝の地震では2万2千人が低体温症で命の危険にさらされる恐れがあるというふうにしています、はい、緊急の避難場所で防寒対策が考慮されているというところはまだ少なくてですね防寒用品を備えた倉庫を作ったり避難タワーでもですね風や寒さの対策をするということが、えー、今回の想定で課題として浮かび上がりました、はい 高台の避難緊急避難場所にこの住民が避難した後と暖を取って寝泊まりをすることができる施設を作ったという、えー、町もありまして、えー、対策を急ぐ必要があります、まあ、こうして見てきた対策はいずれも多くの費用がかかるもので自治体だけではなかなかできません。ん<ー>国は財源をを確保しして自治体を支援すする必要がありますし その支出について国民に説明をして、理解を得るということが必要だと思います。まあ死者が最悪で20万人近く、だけど対策をすれば80%減らせるかもしれないというのは、この想定なんですが、住民にとっては戸惑いがあるのではないでしょうか。そうだと思いますね。あの被害の大きさに戸惑ったり、また無力感を覚えるという人もいるかもしれません。え、はい、ただ、今回の想定は、 巨大地震を想定していなかった東日本大震災の反省から科学的に考えられる最大クラスの地震津波を想定しておいて対策を見直すきっかけにしようとできる対策からやっていこうというものなんですね。はい、であの南海トラフ巨大地震西の方ですけれども<ー>この地震の想定で34.4メートルという最大の津波が想定された高知県の黒潮町。 では、まあ、やはり公表の直後ですね。住民の間に諦めの声が広がったと言うんですね。しかし、ワークショップなどでリスクを正しく理解をして、お年寄りや子どもたちも参加して訓練を重ねるなどしたことで、住民が津波に負けないと前向きに受け止めるようになったと報告されています。はい、これはアンケートとかあの専門家のその研究で報告されているんですね。えー で町内のある80代の女性はこの想定を知った後ですねこういう和歌を読んだそうです。大津波来たらば共にに死んでやる今日も子が言うあしなえ我にというものです。こというのは息子さんのことで<ー>つまり息子さんから大津波が来たら一緒に死ぬからねと言われたと諦めの心境を語ったものですねし、はい、しかしその2年後にはですね。 この命落としはせぬと足なえの我は生きたり避難訓練と読んだそうなんです、ね。前向きになられたんですね。ねいろんなあのワークショップとかですね、えー、あるいは子どもさんたちと一緒に避難訓練をしたり、えそうしたことを通じてですね、気持ちが前向きになったということなんです。まあ今回のこの想定についてもですね、まあ甚大な被害想定に絶望したり、あるいは目を背けたりしてしまうのではなくてですね。 生活の中でできる対策を一つずつ確実に積み上げていくとそのきっかけにしてほしいというふうに思います。松本解説委員に聞きました